魚肉ソーセージと聞くと魚を原料にしているから健康に良さそうというイメージを持つ人もいると思います。魚の調理にはいろいろと手間がかかるため、魚肉ソーセージで魚の栄養を摂取できれば楽になりますよね。そんな魚肉ソーセージには栄養素が豊富に含まれているだけでなく、実はダイエットにも非常に有効なのです。今回は魚肉ソーセージの栄養素やダイエットに有効な理由、魚肉ソーセージダイエットの方法、注意点などをご紹介します。魚肉ソーセージの栄養素とダイエットに有効な理由とは、1. 低脂質、低カロリー、高タンパクであるから。魚肉ソーセージは魚を原料にしているだけあって、普通のソーセージに比べて脂質が3分の1以下、カロリーも半分以下と低カロリーです。また低脂肪、低カロリーの食べ物もダイエットに重要ですが、痩せやすく太りにくい体質になるためには適度な筋肉も必要です。そのため筋肉作りに欠かせないタンパク質も魚肉ソーセージには豊富に含まれているので、ダイエットの味方になってくれるでしょう。 2. EPA、DHA が中性脂肪を減らすから。昔ながらの魚肉ソーセージはスケソウダラという魚を原料にした薄いピンク色のものを想像しますよね。しかし最近では EPA や DHA が注目されていることもあって、 EPA や DHA が豊富に含まれるマグロやイワシ、アジやサバなどの赤身魚を主原料にした茶色や乳白色の魚肉ソーセージが増えてきました。そんな EPA や DHA には血液中の中性脂肪やコレステロールを減らす作用がありますが、体内では合成されない栄養素のため食べ物から摂取する必要があります。ですので魚肉ソーセージを選ぶ際には成分表を見て、これらの栄養素が含まれているかチェックしましょう。 3. カルシウムがダイエットをサポートするから。魚肉ソーセージには 100g あたり 440mg のカルシウムが含まれており、牛乳コップ1杯 100ml あたり 110mg なのでカルシウムが豊富です。カルシウムは脂肪を蓄積させるホルモンを抑制する働きがあるとされており、摂取量の多い人ほど体重の減少が見られたという研究結果もあります。ですのでカルシウムも豊富な魚肉ソーセージはダイエットに嬉しい食品とも言えるのです。魚肉ソーセージダイエットの方法、後ほど詳しくご説明しますが、魚肉ソーセージは食べ過ぎると良くありません。ですので食べる量は1日に1本、多くても1日2本まで、そして EPA や DHA が豊富な魚肉ソーセージを選びましょう。またいつも間食にお菓子などを食べる人はカロリーや糖質量が低い魚肉ソーセージを間食として食べると良いでしょう。そしてよく噛んで食べることも大事で、咀嚼すると満腹中枢が刺激されて満腹感を得ることができます。魚肉ソーセージの注意点。1. 糖質、塩分の摂りすぎに注意。魚肉ソーセージのつなぎとして使われるでんぷんは炭水化物なので、食べすぎると糖質の摂りすぎになるので注意しましょう。また、1日の塩分摂取量の限度は成人男性で 8g 未満となっており、魚肉ソーセージには1本あたり約1から 1.5g ほどの塩分が含まれているので、食べ過ぎはいけません。塩分の摂りすぎは血圧を上げる原因にもなるため、先ほどの1日に食べる量は厳守しましょう。 2. 添加物に注意。魚肉ソーセージは加工食品なので当然添加物が含まれています。まず有意義力を出すために使われるリン酸ナトリウムは安全性の高い添加物であることが分かっていますが、過剰摂取は良くないので先ほどの1日の食べる量は守りましょう。また食品の見た目を良くするための赤色〇〇号や赤〇〇という成分は発がん性が指摘されているため、なるべく避けた方がいいでしょう。そのため着色料、口なしやトマトリコピンなどの植物系自然色素で着色されている魚肉ソーセージを選ぶと良いでしょう。以上、いかがでしたか。魚肉ソーセージは
ダイエットや健康にも優れた食品であることが分かりましたね。でも、それだけで食事を済ませるのは厳禁で、他の食品を組み合わせて、バランス良い食生活を送ることが大切です。ぜひ、参考にしてみてくださいね。